伊伊藤渡君伊藤公明党のです、えー、早速質問に入らせていいいたただきたいと思います、えー、まずあの新型コロナウイルス関連で、これ、冒頭はですね通告しておりませんので、ちょっとお願いベースで申し上げたいと思いますけれども、今朝からえニュースになっているとおり、クルーズ船に乗船をされていた方のうち10人が、新型コロナウイルスの感染を確認をされて、 医療機関へ搬送されたと速報で承知をしておりますまた、併わせて厚労大臣の方から、船内の乗客にはまあ原則14日間とどまってもらうというお考えを示されたと、これもあの速報で確認をしております。こうなるとです、ね、いわゆる船内待機期間中に、また新たな感染者が確認をされると、まあ、例えばそこからまた、 新たに14日間船内にとどまってもらうといったことになり、かになりかねないのではないかということを少し心配をしております。まあ、例えば船外に出てまあなおかつ別の場所においてまあ14日間待機してもらう。これはまあ場所の確保という課題がありますけれども、いずれにしてもこの船内待機が長期化しすぎないように、もしっかり検討して対応していただきたいと考えます。これはまあ通告しておりませんので。 じゃ総理をお願い,いたします。内閣総理大臣安倍晋三君。ええー、クルーズ船に対するま検疫がま現在継続中でありますが、この船内において発熱等の症状のある方やその濃厚接触者等の検体を採取をし、そのうちま三十一名分のウイルス検査の結果が判明しました。その結果ですね、三十一名中ま十名の方がから陽性反応が。 確認をされたわけでございまして、まあこのため本日午前四時半ごろ検疫機関が急いの元これらの方々に下線をしていただき、会場ワン町の協力も得て神奈川県内の医療機関へ搬送いたします。この10名の方は患者として感染症法に基づく措置入院といたします。新型コロナウイルスにおいてウイルスの無料状ウムをですねウイルスのウモをですね。 科学的に確認せずに、気学的条件のみで判断する場合には、最大14日間の潜伏期間を想定した措置を講じてきています。残る乗員・乗客の皆様には、これを踏まえてです、ね、当面、上陸を認めないこととし、必要な期間に1000年にとどまっていただき、感染を予防する行動を徹底しつつ、客室で確実に待機をしていただく中で、 引き続き続臨線検査を進めてままいりますただ、委員がおっしゃった点等もについてもです、ね、我々も議論をしておりますが、まあ、クルーズ船でございますので、それぞれ客室のがございますので、その中でまずはあの、待機をしていただくということを徹底していかなければならないとこう考えておりますが、乗,客乗員・乗客の方々の健康状態の確認を最優先にしながら、 感染拡大を防止全,全力を尽くしてまいります委員長伊藤渉君ありがとうございましたあの通告なしでお答えいただきまして大変恐縮でございます続きましてあの新型コロナウイルス対策でこれ少し情報古いんですけれども菅官房長官3日の記者会見でこの新型コロナウイルス肺炎への対応で日本への入国を拒否した外国人は2日までに8人に上ると発表されております 一方で、邦人帰国者向けの第2便では、武漢空港で搭乗前の中国側の検査で、発熱などの症状が見つかった邦人複数名が、中国側の判断で乗車できなかったと承知をしております。まあ、こうした形で帰国できなかった邦人の方、想像するに大変あのご心配な状況になっているのではないかと思うものですから、こうした邦人への対応はどうなるのかというのが一つ。もう1つは これまでにチャーター機で帰国した方々は全て日本国籍者でありますまあ、そう承知をしております帰国希望者の中にはまあ、例えば中国籍の配偶者の方もお見えになると思いますまた外務省によりますと中国側は自国民の出国についてはまあ、今前段の1問目との内容にと沿っているわけですが出国については慎重で 必要に応じて中国当局と交渉していると、こういうふうに承知をしております。まあ、子どもも含めて、えー、家族が引き離されることになりかねません。まあ、丁寧な対応をお願いしたいと思います。まあ、このような中国国内に在住する法人の配偶者や家族で、日本国籍ではなく、中国籍の方々への対応はどうなっているか、以上2つ、外務大臣、ご答弁お願いします外務大臣、茂木敏光君。 1>, あの1点目の,ですねあのチャーター機搭乗時のまメディカルチェック等の結果、経過観察が必要とされて、チャーター機に搭乗できずに、湖北省にま滞在されているえ法人え7名につきましては、現在、現地に入っております医務官や 在中国、まあ、日本大使館員が、中国側の関係当局や我が国関係省庁と連携して、まあ、対応に当たっておりますが、これらの方々も含めてです、ね、帰国をされる方々が全員帰国できるようにです、ね、引き続き中国政府関係省庁と緊密に連携しているところであります。 そして、これまで帰国を希望したいという方々、全員の帰国を実現されるべく、中国政府、関係省庁と調整を進めてきましたが、これまでのチャーター機3機におきましては、搭乗家の人員数であったりとか、中国政府との調整の結果等を踏まえて、法人のみが搭乗ということになりましたが、現在、調整しております できましたら今週中にもと思っておりますが、あの第4便以降につきましては、人道的観点等からです、ね、例えば中国籍の配偶者など、日本国籍保持者と何らかの関係を持つ方々についてもです、ね、登場を認めてもらうべく、中国側と鋭意、調整をしておりまして、調整は進んでおります。委員長 伊藤渉君ありがとうございますあの日々さまざまな課題が出てくると思いますのでご答えは大変かと思いますけれどもよろしくお願いしたいと思いますもう一問これ外務大臣にお伺いしたいと思います今日ですね ngo、えー、経済界そして政府これがそれぞれ対等な立場対等なパートナーシップの下でそれぞれの特性資源を生かして協力連携をし 海外において人道的危機や自然災害が発生したときの緊急援助が、より効率的かつ迅速に行われるようになってきております。このあたりのことは、わが党の遠山財務副大臣、大変造形が深いわけですけれども、例えば政府も財政支援をしているジャパンプラットフォームという NGO の連合体、これもその一つであります。今回の新型コロナウイルスへの対応においても、 尽力をいただいていると聞いておりますが、ちょうど年度末にあたるものですから、十分な予算の確保が困難になっていると聞いております。すでに成立をした本年度補正予算や、政府の予備費をぜひ活用をして、国際貢献という観点から、ジャパンプラットフォームがその特性を生かして、迅速な支援を中国に対して行う場合は、追加的な予算措置を実施するべきと。 こう考えますけれども、外務大臣のご答弁、お願いいたします外務大臣、茂木敏君中国におけまる、まあ、新型コロナウイルスの発生を受けまして、まあ、政府としては、これまでもマスクであったりとか、防護服等の支援物資をチャーター機に搭載して、現地に届けてきておりますが、この際、民間企業、団体からもです、ね、さまざまな支援物資の提供を受けたところでありまして、 改めてて、ね、感謝を申し上げたいと思っておりますそしてあの中国での,あの新型コロナウイルスへの NGO の対応として、あの伊藤委員からもご指摘いただきましたジャパンプラットフォームのですね枠組みの下で、まあ、現在、我が国 NGO が対応を準備しておりまして、 同プラットフォームにおいて今後の具体的な事業の検討が行われていると承知をいたしております、まあ、政府としましては我が国 NGO によります支援活動が検討されていることを評価をしておりまして政府としてもですね財政面含めてですね可能な支援を行っていきたいと思っておりますあの一方で,ですね現地におけます感染者数のさらなる増加であったりとか 地理的な拡大が懸念されていること、そして武漢、湖北省以外でもです、ね、一部移動の制限措置であったりとか、航空会社の減、ね、便運航の休止が始まっていること等もです、ね、踏まえて、人の派遣を伴わない形で,です、ね、支援物資を送ると、支援の在り方についてもお考えいただけるとありがたいなと思っております。 伊藤君外務大臣、ありがとうございました、まさにもう国内、中国国内は2万人を超える感染者の方が発生をしておりますし、今、大臣からいただいた答弁ももちろん重要な取り組みでありますし、日本国の法人の保護はもとよりです、ね、隣国である中国国民の安全のためにも、引き続きお力を尽くしていただけますよう、お願いを申し上げます。続きまして、児童虐待防止について、1つお伺いをいたします。 まああの昨年の予算委員会では、これ、繰り返し取り上げられた児童虐待の防止について、その後の取り組みを確認をさせていただきたいと思います。父から虐待を受けていた千葉県野田市の当時小学4年生の栗原美也さんが亡くなってから、本年1月24日、金曜日でございましたけれども、丸1年が経過をいたしました。先月23日に公表された野田市の検証報告では、 救えた命だったと結論付けられております。千葉県では、児相の職員増、行政を支援する警察や弁護士の配置拡大のほか、父親の威圧的な態度に行政職員が萎縮した教訓から、親への対応をロールプレイ形式で研修も重ねているというふうに報道等で承知をしております。また、学校が家庭訪問しなかった反省もあり、担任が虐待事案に対処する場合、 代わりりに授業をををすすするる講師を派遣するこんな仕組みも導入をしたと聞いております、まあ、一方で、一時保護所の児童数は1.7倍に増加をしており、人、物、両面からの体制強化が引き続き望まれております。えー、この予算委員会でもさまざまな角度から議論されておりますとおり、少子社会だからこそ、 一人一人の子供たちが健やかに暮らすことができる国づくりを進めていかなければなりません。児童虐待を防止することはもちろん、児童虐待防止に取り組む中から、社会的に弱い立場にある子供たちにしわ寄せされてしまっている社会の歪み、根本的な原因を究明する努力も怠らず、課題解決に向けて取り組むことが重要だと考えております。日夜 今も現場で児童虐待防止のために奔走する関係者の皆様に心から感謝をしつつ、より充実した体制の整備、そして根本的な原因の究明への努力、大切な子どもたちの命を守るための不断の取り組みを引き続きお願いしたいと、えー、こう考えますが、厚生労働副大臣の答弁をお願いいたします厚生労働副大臣、稲津久志君。 お答えいたします虐待によって子どもの命が失われる事件が繰り返されることはあってはならない子どもたちの命を守るのは私たち大人の全員の責任であるとこのように考えておりますこの強い決意のもと平成30年の12月に児童虐待防止対策体制総合強化プランいわゆる新プランを決定いたしまして令和元年度から4年間で 現在3000人の児童福祉士を令和4年度には5000人体制にすること、また、児童心理士も令和4年度までに800人程度増員すること、市町村において子どもや家庭に対する相談支援を行う子ども家庭総合支援拠点を令和4年度までに全市町村に整備することなどを進めております。また、平成31年3月に決定いたしました 児童虐待防止対策の抜本的強化に基づきまして、令和2年度予算案では、児童福祉等の専門職採用活動への支援の拡充、児童福祉等の処遇改善、一時保護所の施設整備にかかる費用の補助および職員体制の抜本的な拡充などを盛り込んでおります。さらに、過去の児童虐待事例を分析をいたしまして、 そこで明らかとなった虐待の要因を具体的な対策につなげていくことが極めて重要と考えておりまして、社会保障審議会のもとの専門委員会におきまして、児童虐待による死亡事例等の検証を行っているところでございます。今後とも死亡事例検証等において、保護者の状況などを含め、虐待の要因等について分析を深めますとともに、 検証結果を踏まえて必要な対策を行ってまいります。まあこうした取り組みによりまして、まあ何よりも今議員ご指摘のとおり、子どもの命を守ることを第一に児童虐待防止対策に全力で取り組んでまいります。伊藤渉君、ありがとうございました。あの本当に現場は一つ一つまさに子どもの命が関わる事案でありますので、神経をすり減らすように。 虐待防止に取りり組んでいいただいておりますよくまあ現場の声を聞いていただいて、えー、非常に効果、効果のあるまあ予算の執行をお願いをしていきたいと思います。えー、続いては、自動車社会の急激な変化と、交通事故防止等について伺ってまいります。いわゆる団塊の世代の方々が、2022年以降から75歳以上になることから、 医療、介護、年金などの社会保障制度の維持が重要な課題になることはもとより、今から質問をさせていただきます、高齢者ドライバーによる運転事故防止、これも重要な課題になっていると考えております。全体の交通死亡事故が減少する中、65歳以上の高齢者ドライバーによる交通事故比率が上昇傾向にあると承知をしております。 えまずこれ、武田国家公安委員長にお伺いしたいんですが、警察の取り組みとして、免許更新にあたり、講習を義務づけております、また免許の返納も行いやすい環境整備が進められております、ただ、車がなければ生活ができないといった地域もありますので、ここはまあ環境整備をまずしていただくと、この関係で、実は現場でよく耳にする声では、この講習がですねまあ大変混雑しておりまして、 うっかりして講習の申し込みを失念すると、免許更新時期に間に合わなくなるんじゃないかと、そういう心配の声が届いて、よくあの地元の警察署にこうご相談の取り次ぎをしたりしたことがございます。これからあのますます受講者は増えることが予想されておりますので、まずあの現場において、しっかりと体制の整備を進めていただきたいと思いますけれども、ご答弁をお願いします国家公安委員会委員長、武田良太君。 ご指摘のとおり、高齢者運転というのは本当に増えていっておりまして、この事故を防止することとあわせて、その安全というのもわれわれは支えていかなくてはなりません。地方にとっては、年寄りにとっては大変重要な足になってきているわけであります。で警察では免許の更新時に、実技指導を含む高齢者講習を自動車教習所に委託をしております。でこの待ち時間がやたらと長い とというところのご意見というのを先生方も寄せられておるということですけれども、我々もこれ、えー、大きな問題、意識を持っておりますで。そこでいろんな取り組みを始めておるわけでありますけれども、具体的には、体制を整備して警察自らが講習を行う、直接実施、また予約相談窓口の拡充や、自動車教習所の予約空き情報の提供、更新期限が迫っている方への 優先枠のの確保などの対策を講じてままいります引き続き高齢者講習の受講待ち問題が解消されるよう、体制の整備、運用の改善の両面で対策を進めてまいりたいと思いまいり君、あのまさに現場の非常にきめ細かいことでありますけれども、大事な話なので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。続いてあの 1>, 1月30日に成立をした本年度補正予算の中でのサポーター補助金、具体的には対歩行者の衝突被害軽減ブレーキ、そしてペダル踏み間違い急発進抑制装置、これを装着した自動車について、65歳以上の方を対象に補助金制度を創設をいたしました。これは登録者で10万円から6万円、軽自動車で7万円から3万円、中古車で4万円から2万円、 既存車への後付けペダル、踏み間違い、急発進、抑制装置補助、購入補助で4万円から2万円の補助額と承知をしております。高齢者ドライバーの運転する車の安全性を高め、より交通事故の発生しにくい環境を作る上でも、とても重要な補助制度だと考えております。自動車関連業界と協力をして、ユーザーへの速やかな周知など、実施をお願いしたいと思います。そこで 確認をしておきたいのは、一つは、この新車登録者、軽自動車、中古車、既存車への後付け装置、それぞれの補助実施スタート時期など、詳細はどのようになるのか、また、全国の自治体では独自に上乗せを検討しているところ、すでにそうした補助を行っているところ、さまざまございます。丁寧にその自治体の相談に乗っていただいて、国の補助制度と合わせて、 ユーザーに対するより手厚い補助が行き渡るように、よく相談をして進めていただきたいと考えますけれども、梶山経済産業大臣のご答弁、お願いいたします経済産業大臣、梶山博志君。サポーカー補助金につきましては、委員ご指摘のように、1月30日に令和元年度補正予算が成立したことを受けまして、2月3日には補助事業実施者を選定をいたしました。 受付開始日や必要な申請手続き事項等の事業の詳細は整い次第速やかに広く国民の皆様へ周知を図ってまいりたいと考えております。なお、登録者および軽自動車に対する補助については、サポカー補助金の創設が公表されたことによる買い控えを防ぐ観点から、サポカー補助金の対象者数が決定された令和元年12月23日以降に、 新車、新規登録された登録者、および新車、新規検査届出された軽自動車が対象となります。中古車や既存車への後付けのペダル踏み間違い、急発進抑制装置に対する補助については自治体と、自治体との調整、システム整備等に一定の時間を要するため、この点も整い次第速やかにお知らせをしてまいりたいと思っております。まあ、一部のの地方自治体においてサポー,カー補助金と類似の 補助事業が既に実施ままたは検討されてていると承知をしております各自治体で補助の対象となる方の年齢や車両え、装置などが異なるため、各自治体の状況を踏まえながら、より良い制度とすべく、また、えー、その利用者の混乱を防ぐべく、個別に丁寧に調整をしてまいりたいと思っております伊藤航君。 あのぜひ、えー、予算成立いたしましたので、あのコマーシャル等も含めて、周知の徹底をお願いしていきたいと思います。続いてあの、経産大臣に、通告上、あと2問あるんですけど、ちょっとまとめてご質問いたします。今申し上げたサポーカー以外にも、最近は高齢者が運転しやすい超小型 EV。 あるいは電動車椅子などが登場しておりますこうした多様なモビリティの普及は、スピード感を持って進めていくべきと考えておりますけれども、この取り組み、どのように取り組んでいくのかというのが一点、もう一つは、次世代カーの開発にあたっては、これもこの予算委員会で再三議論にな、に話題になっております、環境、この環境性能の向上も避けて通れないと考えております。 え先日の COP、IPCC の特別報告では、まあ、温暖化が現在のペースで進むと早ければ、2030年に世界の平均気温はパリ協定が抑えようとしている1.5度の上昇幅を突破する恐れがあり、環境問題への貢献も不可欠だと、こう承知をしております。移動のサステナビリティを高めていくためには、環境対策も必須であります。特にに世界的には車の電動化がが進んでいきますが その鍵となる蓄電技術これはあの吉野先生がノーベル科学賞を受賞されたように日本が強みを持つ分野であります我が国の競争力を高める上でも官民で研究開発をす進めていくべきだと考えておりますまたこの EV が普及をしてくればこれを走る蓄電池として活用して再生エネルギーの普及にもつなげていくなどエネルギー分野での活躍も 視野に入ると考えております蓄電池技術の開発およびエネルギー分野での EV の活用などをどのように進めていくのか以上経産大臣にお伺いいたします経済産業大臣梶山博史君伊藤委員より二点ご質問がありましたご指摘のとおり高齢者を中心に交通安全と生活に必要な移動手段を確保する観点から超小型 EV や 電動車椅子等への期待が高まっております。経済産業省では昨年8月に有識者による多様なモビリティ普及推進会議を設置し、これらの多様なモビリティの普及に向けた課題を検討してまいりました。12月の取りまとめの中では、価格低減や認知度向上等の必要性が指摘をされているところであります。こののような課題に対処すべく令和元年度補補正予算では超小型、e、の購入補助や 電動車椅子を商業施設でシェアリングする実証事業等を実施をしてまいりたいと思っております。これらの事業を通じて、今後も多様なモビリティの普及にスピード感を持って取り組んでまいりたいと思っております。もう一点、蓄電池についてのご質問がありました。昨年、吉野博士がノーベル化学賞を受賞されたとおり、我が国は冷明期からリチウムイオン電池の開発に取り組み、 社債用電池の分野でも世界をリードをしてきたわけであります今後も電池の低コスト化軽量化小スペース化など電池の性能を向上させ電動車の利便性を高めていくことが不可欠でありますまた電動車を再生可能エネルギー電気の 貯蔵や電力系統の需給調整、災害時の非常用電源にも活用するなど、用途の拡大を図っていくことも委員御指摘のとおり、大変重要なことであると思っております。こののため経済産業省では全固体電池などの 次世代電池の開発を進めるとともに、IoT 技術により、電動車等を用いて、需給中調整を行う技術実証にも現在取り組んでおります。令和2年度当初予算においても、これらの事業に約100億円を計上しております。我が国が強みを持つ蓄電池、電動車の分野で、今後も国際競争を勝ち抜けるよう、官民を挙げて取り組んでまいりたいと思っておりますし、体制も作ってまいりたいと考えております。 伊藤渡君あ,のありがとうございます、えー、再生可能エネルギーのことも、この委員会で何度も議論されておりますけれども、この不安定、まあ、発電が不安定な、一定の発電ができない再生可能エネルギーを、本当の意味でベースロードとして使っていくためにもですね、 この蓄電技術は極めて重要な技術であり、これ、各国争って開発をしていると思いますので、引き続き強力な政府の後押しのもとに、研究開発を進めていただきたいと思います。続いては、同じ自動車関係で、これは竹本大臣にお伺いします。公共交通を担っていく主体となる2周免許保有者、これ、年々減少しておりまして、運転者自身の高齢化も進展をしております。 最近では、地方都市レベルでも不採算路線を中心に減便、廃線なども発生しております。運転者の確保が困難になっていく中、自動,自動走行車への期待が高く、私の地元、愛知でも自動走行車の実証実験を各地で行っております。自動走行の社会実装に向けた現状の取り組みと今後の方針について、竹本大臣、ご答弁をお願いいたします竹本直勝、科学技術政策担当大臣。 自動運転は少子高齢化が進む中、中山間地域の移動手段の確保など、我が国の社会課題を解決する技術として期待されております。このため、官民 ITS 構想ロードマップを策定いたしまして、その中で、地域における無人移動サービスなどの実現に向けて、官民一体となって取り組みを進めているところでございます。具体的には自動運転の安全性向上に必要な技術開発を進めるとともに、 各地の多様なニーズに応じるため、全国各地で実証実験を推進しまして、自動運転の実証や実用化に必要な制度見直しについても、昨年5月に道路運送車両法等が改正されたところであります。実際、私自身も昨年11月にお台場で行われた自動運転の実証実験で、実験車両に使用いたしました。車両は安定していて、乗り心地の非常にいいものでございましたけれども、 自動運転の可能性を実感した時代でありますただ、私の地元、大阪におきましても、えー、レベルは違いますが、地域交通の、まあ、路線バスの代わりとして、こういった自動運転の実証実験をやりまして、それにも参加しましたけれども、やはり慣れるということが、ね、非常に難しいということも感じました。従来の路線バスとどこが違うのか、例えば団地の高齢化が進んだところでこの、こういうバスサービスの実証実験やったんですけれども。 路線バスは、時間通りには走ってはいるんだけれども、それがなくなったから代わりにこれを導入しようとしてるんですけど、なかなかあのお年寄りがですね、慣れることが非常に難しいということを実証いたしました、その辺技術開発しなきゃいけないと思っておりますま。今後とも、官民 ITS 構想、ロードマップのフォローアップや改定を行いつつ、官民が連携した技術開発や実証実験も含めて、自動運転の早期実用化に取り組むつもりでございます。以上です。 委員長伊藤渡君あの現場のリアルなお話も伺いまして、ありがとうございます。あのまあ、まさに二種免許などです、ね、すでに人手不足で大変ご苦労をいただいている業界も含めて、まあ、例えばトラックですと、隊列走行などのすでに実証実験も行っていただいております。まああいった実証実験を見ても、まあ、高速道路上は隊列走行で行くんですけれども、じゃあ、この高速道路から今度降りたあと、具体的にどうするのかとか。あの 潰していかなければならない課題は一つ一つまだたくさんありますので引き続き竹本担当大臣のご指導の下で進めていただきたいと思います次はあの赤羽国交大臣にお伺いします高齢者の自由な移動の確保高齢化や過疎化が進む地方の喫緊の課題であります AI や IoT 技術を活用したオンデマンドバスや愛乗りタクシーなど安全運行に十分配慮した上で 地域における公共交通サービスの利便性や効率性を確保する取り組みを総動員をして、移動手段を充実させていく、まあ、これはあの地方創生にもつながる重要な取り組みだと、こう考えますけれども、国交大臣、このあたりはどのように取り組んでいくのか答弁をお願いします国土交通大臣、赤場和義君あの今、その前にやり取りされておりました高齢者による自動車事故。 というの大大変大きな問題でございます私もあの昨年、大臣に就任後です、ね、池袋の高齢者の運転事故により、ご家族を亡くされた,亡くされた方を含むあの交通事故の被害者のご家族の団体の皆様から直接お話を伺いました改めて不幸な交通事故を撲滅していかなければいけないと強く決意をしたところでございます。えー、国交省省とといたしまししまても経産省と連携しながら 安全全運転サポート者のさらなる普及促進あの技術開発に全力を挙げていいいいきたいとということでございますまたあの、高齢者の運転免許の返納、これ、どの家庭も大変親子喧嘩のネタになっているような話で、えー、返したはいいけれども、それからどうやって生活をしていくのかというのは、大変私の地元、神戸市の北区でもそうしたことはもう、ま、あの大変大きな課題でございまして、その受け皿となる公共交通、 これれをししっかかりりとと支えてていいいななければいけばおりますただ、なかなか公共,公,公共交通機関も少子高齢化、人口減少化で維持をしていくのは大変難しい問題でございまして、えー、そうした中で、えー、あのすみません、えー、交通政策審議会において、今、具体的な検討を進めておりますが、えー、地域ごとに地方公共団体が中心となって、一つはの既存の公,通公共交通サービスについて、まあ、いわゆるマース、 あの導入とか、また AI 等を活用したオンデマンド交通や、またあのアイ乗りタクシーの導入等も認めることになりまして、その改善を図っております、それに加えて、公共交通機関だけではなかなか対応できないということもございますので、その地域実情に合わせて、自家用有商旅客運送ですとか、スクールバス、学校とか幼稚園とか、ああ医療機関とか、さまざまなところでバスがありますので、そうしたことを活用した、 多様な輸送資源を総動員してですね、地域の移動ニーズにしっかり応えられる体制を強化すべく取り組みを進めているところでございますまたその今回そうしたことを踏まえて新たな枠組みや事業メニューを盛り込んだ地域公共交通活性化再生法等の改正法案を本あの通常国会に提出すべく今準備を進めているところでございますのでしっかりしたものを早期成立してしっかり施行していきたいと考えております 伊藤渡君あの赤羽大臣おっしゃるとおりで、えーま、移動手段がなくなる、あるいは、ま、仮に運転免許を返納して、自動車に乗ることをやめたりすると、ま、認知能力の低下にもつながるなどという話もあって、本当に安全な移動手段が確保できるのであれば、やはりいろいろ出歩ける環境を作っていくというのは極めて重要だと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います、えー、最後にに総理にお伺いします。 これまで議論してきたとおり、交通事故防止ということもそうですし、日本経済の屋台骨の一つであるのが自動車産業であります、このマースやケースといった言葉で表現されるように、大変革期に突入をしており、凄まじい国際競争の渦中にもございます。蓄電技術の研究開発や、レベル4と呼ばれる完全自動運転のための法整備など、あらゆる側面から政府の支援が必要となります。 日本の自動車産業の優位性を確保するため、政府を挙げて引き続き、新しいモビリティ社会の実現に向けて取り組んでいただきたいと思いますが、総理のご答弁、最後に求めます。内閣総理大臣、安倍晋三君。えーまあ、自動車産業はです、ね、我が国の製造業の約2割をに当たるです、ね、60兆円の出荷額を誇る、えー、高い競争力を持つ産業であります。また、えー、部品やあるいは整備、デ、ま、ィ、あ、ーラー。 などです、ね、地域や中小、小規模事業者も含めてす、まあ、そのの広い産業であり、約500万人の雇用を生み出す、まあ、日本経済の大黒柱と言ってもいいんだろうと思います。まあ、先ほど、お課題委員もご指摘のとおり、自動車産業は今、ね、まあ、自動化、電動化といった大変革期にあります。国際競争は一層、激、えー、しさを増しているわけでありまして。 自動化技術は高齢者のサポートや中産間地域の足を提供するなど、地方が直面する社会課題の解決にです、ね、大きな力となりうるわけであります。また、電動化技術は地球規模での気候変動問題への対応に大きく貢献するものでありまして、我が国、自動車産業がこれからも世界において高い競争力を維持できるように、 政府一丸となってこうした変革を力強く後押しする地政改革や研究開発などあらゆる施策を講じていく考えでございます伊藤渡君ありがとうございました終わりますこれにて伊藤君の質疑は終了いたしましたこの際お諮りいたします三案審査のため本日政府参考人として果樹の管理委員会事務局次長並木実君 の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めますよってそのように決しました次に大串博史君